こんにちは。今日はもう朝から夕立のような雨が、何度か降ってきて、降ったり止んだりの日でしたけれども、夕方うちの裏の草刈りをすることができました。うちの裏といいましても、ここ3日間ぐらいかかって近所の家の裏をずっと刈ってきました。やっと自分の家の裏まで、今日夕方たどり着きまして、明日からは自分の家の裏が裏の草を刈れるというところまで来ました。延長200メートルぐらいやっぱりありますので、幅が20メートルで、今日刈ったところはもうつる草がすっごく伸びていて、草は長いしつるが全面に張っているということで、すごく刈りにくいところでしたけれども、先日つけた山林でも刈れる、山林といいますか、下刈りにも使えるチップ層と、なおかつつる草カッターをつけているので、とてもつるが絡まずにスムーズに刈れたということでした。もしこれが、従来のチェーンソーじゃない、チップ層だけでしたら、とても今日ここまでたどり着くことはできなかったかなというふうに思います。そして今日刈り始めて、15分ぐらいのところで、マムシが出てきました。何度か今まで草刈りしていてマムシは出たことがあるんですけれど、今日のは、とっても太くて、大きいマムシだったということで、なかなか逃げていかずに、こちらを向いていたということで、かなり気持ちが悪くて、刈るときに気をつけて刈りました。でそこはもう草が長草で2メーターぐらいの草のところでしたので、草を刈っていても気持ちが悪かったですし、つるが絡んでいて、下の状況がよく分からなかったというようなことでしたので、ちょっとこわごわ刈りましたけれども、無事にマムシにくっつかれることもなく刈ることができました。そういったことで、今日草刈りの状況また皆さんに見ていただきたいというふうに思います。どうも今日もよろしくお願いします。25対1の混合ガソリンを作ります。今まではガソリンスタンドで混合ガソリンを買ってきていましたが、今回初めて2サイクルオイルとそれからガソリンを別々に買ってきて、自分の家で調合するということを始めました。それこそ30年ぐらい前はオイルとガソリンを買ってきて自分で作るというのが当たり前の話だったんですけれども、だんだん面倒くさくなって、スタンドで買ってましたけれども、やはりこの方が多分安いと思います。
どうしようこれ。まずこいつを刈るか。
念する。うん、あやっぱりね、うん、もう一面つると長臭いもんで、うん、これは慣れた人しか枯れんわ私では無理や。まあ女性には無理やわ、うん、まあ虫の、うん、こんな太いやこのくらいのやつが、いや怖い、もうシューッとはんでたらもうなんか怖くてなんかお父さんがマムシを見たもんで、今あのあっちもあんまりちょっと用意かない。ええなお前はありがとう。あー怖かった。だいぶ綺麗になったよ。でもな、うん、もうこの短いのは絡んでもええのこれ。あの下ってこと？うん、上の長いのだけ刈れば、うん、Thank you.
歯で買った方が楽かもしれない。ゾウがここ密集しとるもんで大変だもん、うん、ここら紐で買った方が刈りやすいな、ここは、うん、難しいだよね、うん、あっちゃもこっちゃも、うん、ちょっと長いもんだけ歯で刈って、うん、
手が死ぬ。うん、せやろ。今日ここまで綺麗にするわ。こっちも？うん、あのここまで、うちの境まで。
桜だった。芝桜がある。ありがとうございました。ちょっと振り返ろうか。ちょっと行ってみようか、買ったとこへ。さっきヒルが起こりました。何？ヒルが、うん、ヒルは美人を好むらしいぞ。やっと自宅近くまでたどり着きました。ちょうどお隣との境のところまで今日刈ることができましたので、明日から自宅の裏を刈って終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。